はい、ここは氷見市の中田というところです。杉林の中で、リーチ RS プラスで,ラスで約5時間静止測位をしたところです。えー、フィックス界が出るのかどうなのか、全くわかりませんが、これがその今の様子で、まあ、目まぐるしく、この、SNR ですが、シグナル、ノイズレシオ、 の棒が上がったり下がったり上がったり下がったりで緑の棒がこれ赤と緑の違いがはっきりわかんないんですがあのオープンのところでやるともっと緑の棒の数が多いような気がするんで多分、えー、この赤ばっかりだとまあ販売が悪いんだと思いますえー、まあいずれにしても5時間やったので えー、5時間やったので、帰って、結果を確認して、まあ、フロート界がいいのか、ガーミンの平均値でいいのか、まあ、プロットのセンターで一番大事なところではあるんですが、まあ、その辺、えー、帰って、解析して、この RS プラスが輪内で使い物になるのかどうなのか。えー、RS2 の方は、 L1、えー、と L2 の2周波だそうなんで、えー、林内では期待が、うん、この1周波のものよりも、えー、少し期待できるというふうには聞いておりますが、えー、とにかく、えー、明日解析してみます。